いやコロナの緊急事態宣言も解除されてですね、まあそろそろ外に出てもいいかなと、今回外撮影に、まあ、久しぶりにやってきてる感じですね。はい、こんにちは、メイヤです。あのですね、まあ、今回ちょっと久しぶりの外撮影なんですけど、この笠木ダム公園、ちょっとおなじみの場所になりつつあるんですけど、こちらに来てます。まあ、こちらで話す話といえばですね、やっぱりあれですよね、あの昭和の時代の駄菓子屋の話っていう、まあ、それをですね、まあ、今回もやっていこうかなと思ってます。また今回ですね、音声は別撮りなんで、まあ、歩いている映像を差し込みたいと思ってます。それではどうぞ。まあ、前回の話でもちょっと話題に出したんですけど、自分たちが小学生の頃に流行ったビックリマンチョコっていうのがあったんですよ。で、まあビックリマンチョコって自分と同じぐらいの世代の人だったらみんなわかると思うんだけど、まあちょっとわからない人いるかもしれないんで言うとすると、まあビックリマンチョコっていう、まあお菓子ではあるんだけど、どちらかというとそのお菓子のおまけで入っているシールが人気があって、まあみんながですね、まあ、当時の小学生なんかが集めてたっていう、まあ、そういったお菓子なんですよ。まあ、ビックリマンシールがだから有名かもしれませんね。それでですね、一時期ビックリマンチョコがものすごく、まあ、日本中で結構これもブームになったと思うんですけど、この地元でも、もうどこの店でも入荷したらもうすぐに売り切れてしまうんで、一応多くの子供たちに行き渡るようにですね、まあお店側がその買える数に個数制限を設けて、一人3個までしか買えないとか、なんかそういうのを独自でやって売ってたのを覚えてるんですよ。そしてですね、まあそのビックリマンチョコについているそのおまけのシールっていうのがですね、まあ大体そのどんなのかっていうと、天使のシールと悪魔のシール、それとあとお守りのシールっていう、まあ3種類のシールが入ってるんですよ。まあ、どれが入ってるかはわからないんですけど。で、その3つはですね、まあ比較的今、まあ、強いて言うなら、まあ、ちょっと悪魔が出やすくて天使が出にくかったイメージはありますけど、まあ、大体均等にその3種類が出るんですよ。で、その中にですね、一つだけ、もうレアなシールで、もうキラキラ光ってるやつなんですけど、ヘッドって言われる、もうレアなシールが、もうほんと稀に出るんですよ。で、そのシールっていうのがもうほんと人気がありまして、当時、まあ、小学生で、3年生か4年生ぐらいだったんですけど、そのヘッドのシールに関しては1枚、まあ、300円から500円ぐらいで取引されていたっていう、なんかそういう価値のあるシールだったですね。それとあと最初に出たそのヘッドの中でも、それまでヘッドって言ったらですね、なんかキラキラシールがメインだったんですけど、ある時ホログラムシールっていうのが出たんですよ。確かブラックゼウスかなんかが最初だったと思うんですけど、まあそのシールに関してはですね、当時の小学校で1000円で取引されてましたね。本当に滅多に出ないレアなシールなんでですね、もう1000円の価値があったって言われる、まあそういうもうビックリマンシールだったですね。で、本当当時自分も集めてましてですね、あの自分なんかはですね、そのシールを普通のあの写真なんかを入れるアルバムにシールを入れて、まあ、コレクションみたいな感じで保存してたのを覚えてます。だからもし今そのアルバムがどっかから出てくるようなことがあったら、結構レアなシールが入ってるんじゃないかなって思いますね。まあ、結構初期の頃のビックリマンのシールって今でもその価値があるらしいんですよ。だからもう当時そのさっきちょっと言ったあのブラックゼウスのシールをですね、まあ、小学生時代友達から1000円で買って、それを宝物としてずっと大事に取ってた人が、未だに取ってたとしたら、もしそのブラックゼウスの保存状態がいいものであれば、だいたい5万円から7万円ぐらいだったと思うんですよね。今現在の価値にしたら。そんくらいで、なんか取引されてるらしいですね。なんかの情報で見ましたけど。だからですね、自分もだから持ってたやつがもし出てくることがあったら、すぐにアルバムに入れてたから、もう保存状態はいいと思うんですよ。で、まあその色褪せとかもしてないだろうし、まあ捨ててなければですけどね、やっぱ希少価値っていうのがやっぱりこういうのって大きいと思うんでですね、そういう値段がつくっていうのは。だから、捨ててる可能性が高いんですけど、
もしあったとしたら、結構レアな本当シールがたくさんあるんじゃないかなって思いますね。というわけでですね、今回は昭和の時代にちょっとブームになったビックリマンチョコの話でしたけど、そうですね、まあ本当自分の家からコレクションしていたアルバムが出てくるようなことがあればですね、結構レアなシールなんかがたくさん入ってるんじゃないかなと思いますんで、もしですね、どこかから出てくるようなことがあればですね、そちらの方も動画の方で紹介していこうかなと思っております。それではまた。